はいどうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロイモータル始まって、約2週間が経過したんですけども、結構ね、視聴者さんの中にはスマートフォンだけでプレイしててね、なかなかレベル上げの時間とか取れないし、他の人とレベル差がすごくついちゃうんだったらなかなかプレイするの難しいかもって思われてる方がいらっしゃるみたいなんで、そういったね、レベル差が開きすぎないようにするための仕組みということでね、イモータルに導入されてるね、サーバーパラゴンというものについてお話ししていこうかなと思います。私今パラゴンレベルが18レベルなんですけど、このパラゴンレベルっていうのはですね、実は、経験値の補正がかかるようになっていて、こちらのね、レベル60のとこを押していただくとね、ここサーバーのパラゴンレベルっていうのが今24って出てるんですけど、現在のパラゴンレベルはサーバーのパラゴンレベルよりも低いですって出てくるんですね。これ何かっていうと、サーバーのパラゴンレベルっていうのは、サービス開始と同時に、1日につき2つ、2レベルずつ上がっていってるという感じですね。なので、昨日だったら、このサーバーのパラゴンレベルが22で、今日24で、明日は26に上がっていくっていうような感じで、1日にね、この、なんていうのかな、想定されるパラゴンっていうのかな、平均的なパラゴンっていう意味で、設定がされているので、ここからね、逸脱してれば してるほど、例えばこのパラゴンレベルよりも低ければ低いほど、こうやってね、経験値報酬が 130% かかるという形になるので、レベル上げがしやすくなるんですよね。で、逆に言うと、今のね、このサーバーのパラゴンレベル24より上の人は、ここのね、経験値報酬のところに、マイナスの補正がどんどんとかかっていくので、1レベル上げるのが大変になっていくっていう仕組みになってますので、どうしてもね、それにしたって、もちろんすごくね、頑張ってレベル上げをして、高いレベルにしてる方もいらっしゃるんですけど、やっぱりね、経験値の効率はどんどんと下がっていくので、逆に言えばね、多少遅れてしまっても、このね、補正がかかりますので、後からちょっとこう、まとめてね、レベル上げをして、少し追いつくっていうことも十分可能になってきますので、ぜひね、今、サーバーのパラゴンレベルどれぐらいかなっていうのをこの画面で確認していただいて、なんていうのかな、経験値報酬がたくさんかかってるようだったら、少しレベル上げを、その時に頑張ってみて、サーバーのパラゴンレベルになるべく近づくようにしてみるっていうのがいいかなと思います。当然ね、このサーバーのパラゴンレベルより、上を目指されてる方、ここからレベル差が10とかね、つくと結構ね、レベル上げは大変になってくるとは思うんですけども、その分いろいろとドロップアイテムなんかでもね、たくさん集めることができると思いますので、このサーバーパラゴンレベル、ぜひね、今何レベルぐらいまで来てるのかなっていうのを、ちょくちょく確認してみて、自分は果たしてそのバフがかかってるのか、それともデバフがかかってるのかっていうのをね、見てみると、参考になるかなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。